ホノルル動物園は、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルルにある動物園。カピオラニ公園の北にある42エーカーの敷地内に、ライオン、ゾウ、キリンなどの哺乳類のほか、爬虫類、鳥類など、計1230頭以上の動物を飼育している。来場者数は、年間およそ60万人で、ホノルル市軍のエンタープライズサービス部によって、管理運営されている。また、 NPO 団体ホノルルズーソサエティが、東動物園のサポート団体として、資金集めや各種プログラムの企画などを行っている。ホノルル動物園のヘビクイワシホノルル動物園の造船8 7 6年、ハワイ王国のカラカウア王は、ダイヤモンドヘッド近くの王国所有の土地を30年リースとして、公共のため国民に解放した。リース契約に加入した200人は、 カピオラニ公園組合を結成し、300エーカーに及ぶ土地の環境整備に当たった。1877年、小さな沼や池、湿地は整備され、カラカウアオの王妃エスターカピオラニにちなんで、カピオラニ王妃公園と名付けられ、国民に開放された。公共公園となった後も、カラカウアオは、異国の鳥など、自身の個人的なコレクションの場としてこの公園を、 使い続けた。また公園でカメハメハでのお祝いをはじめ様々なお祭りやフェア、さらには競馬なども開催され、これに付随して外国の動物が連れて来られた。1896年に正式に公園として定められ、1914年からはホノルル市軍がカピオラニ公園の管理を行うこととなった。 1914年、ホノルル主軍は、ベン・ホリンガーを公園管理責任者に任命し、ホリンガーは手始めにサルやライオンの幼児を購入した。1916年、オーストラリアからカナダへ向かう途中ホノルル港に停泊していた蒸気船に、デイジーというナノサーカスのアフリカ像が乗っていたが、ホリンガーはホノルル主軍に懇願し、この像を購入した。 デイジーは長く来場者を楽しませ続けたが、1933年、調教師を踏みつけて死なせてしまったため、ホノルル警察によって処分された。1930年以降の大恐慌時代、ホノルル動物園は、資金不足で閉鎖寸前にまで追い込まれていた。だが1947年に、ラクダ、ゾウ、チンパンジー、シカの寄贈を受けたことで、 動物園を再生させようとする機運が高まった。1949年11月には、ゾウ、フタコブラクダ、アシカ、クモザル、リクガメや数種類の鳥類を購入したが、動物園の施設は依然としてさびれたままであった。ホノルル市群は、カピオラニ公園の北側42エーカーの土地を、動物園敷地とする基本計画を了承、専属の園長と13人のスタッフを雇用し、 園内施設も新たに建設した。1983年からは大規模なリニューアルが計画され、2011年2月には新正面玄関、12月には新しい造車が完成した。なお、ホノルル動物園で飼育していた金果重は40年6ヶ月の飼育記録があり、ギネスブックにも登録された。ありがとうございます。